はい、トモユタです。今回はこちらのレールのオイルキャッチタンクを取り付けます。ブロワイが結構最近ひどくて、ちょっとこれはつけないといけないなっていうぐらい出てるんで、ちょっと取り付けたいと思います。そしたらまずこのウォッシャー液のところのやつを外して、よいしょ。抜けないな。よいしょ。付属の結束バンドで、これをね、なんかこっちのここの穴に留めるみたいです。はい、で次はこのバッテリーのとこのステーをちょっと緩めていきます。そしたらもう本体をこれに入れて、感じですっぽり入りました。そんで付属のナットがあるので、そちらでこれをあれ、なかなか入っていってくんないな。硬かっただけだね。とりあえずこんなもんで、はい。で、あとはこいつをこういう感じで止めるんですけど、こっちもステーで止めるから、
こいつを使って。こんな感じで。走行会に来てる最中で取り付けやってるんですけど、すげえなこの音。何の車だろう。86赤車で、86赤車で持ってきた。86 AE86 みたいな。多分 AE86。 すげえな。ギリで見えない。確かに。ギリで5つ隣のピットがもう見えない。確かに。でそしたらここのホースがブローバイのやつなんで、こちらを半切っていきます。はい、そしたらこちらのジョイントをつけていきます。よいしょ。でこちらもつけて、よいしょ、くるっとしてあげて、でそしたら長い方をまずこっちの奥の方につけます。このボルトも締めて、ナットでここも入れました。ここめちゃ硬いです。ちなみにでこういう感じ、こっちのジョイントにつないで、一応ここで結束バンドで軽くまとめておきます。はい、であとまあこういうつなぎ目も結束バンドをやった方がいいと思います。ちょっと今離れたところに結束バンドあるんで、ちょっと後で取ってきてつけたいと思います。ホース。これすっげえなんか長いな。これ切った方がいいのか。てか切らないと入んねえなこれ。
上にこうなってる。よし、あ、これで OK だね。ちょ、こんな感じでつきました。はい、で取り付けは、はい、じゃあ以上です。で今もうその後走行会で走るんで、一応すぐ走れる機会があるんで、溜まってるかどうかちょっと後で撮りたいと思います。はい、はい、でブルキャッチタンクなんですけど、今1本目のその走行が終わった時、茂木の走行会の1本目が終わって、ちょっとオイルキャッチタンクを見たんですけど、この通り満帆です。